トーナは、油中油な族の野菜。非結球白菜の一種。一般的な白菜と異なり葉が内巻きにならず、結球しないのが特徴である。葉先が外向きに開いた、半結球状態で成長する。多くの場合は早取りされ、汎用の葉野菜として利用されるが、漬物に用いる場合は、白菜同様に数キログラム程度の大きさまで育てる。 漬物用の三刀ナは主に埼玉県で栽培されているが流通量は少ない。東京都の卸売市場では年末の10日間程度しか扱いがなく2005年の取扱い量は約520トンであった。パクチョイと三刀ナ全国的には白ナと呼ぶ地域が多い。漢字で書くと同じ白菜と区別するために白シ白ナなどと表記されるが 同じく白菜と書くパクチョイと混同されることもある。京都では白菜菜と呼ぶ。また、関東など一部の地域ではベカ菜とも呼ばれる。西日本では単にナッパと呼ばれ、禁煙酒と厳密に区別せず扱われることもある。禁煙酒の一つであり、大阪を中心に古くから利用されてきた。2000年代以降は伝統野菜の一つとして見直され、 品種として固定化する動きもある。悪や癖がなく、食べやすいため、煮物、鍋物、汁物、おひたし、炒め物など、何にでも使用できる。生食も可能である。白菜の仲間、三頭菜は2種類ある。特徴と美味しい食べ方白菜とはありがとうございます。